こんにちは、小屋さん専門税理士の渡辺浩二です。こんにちは、小屋県不動産屋のひろとです。今日ですね、はい、いよいよですね、はい、のチャンネル登録者数、はい、5000人にですね、なんと、はい、あとちょっとで、ちょっとで、もう多分これこの動画が出てる時はなんか5000人って欲しいなと思ってるんですけども、ね、もういよいよですね、5000人というところですね。本当ありがたい、ありがたい話ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もう我々ですね、もう2年半ぐらいですかね。そうですね、やってるわけですから、そう、なんかね、はい、わけわからずやってました。まあ今でも分かってないんちゃうかってないですけど、とりあえずひたすら、数だけはね、YouTuber ではないんであれですけど、はい、数はね、一生懸命稼いできましたけどね、はい、そうですね、うん、はい、そんな中でですね、はい、あのなんとですね、我々の動画のですね、切り抜きをやってくれるっていう方が実はいましてですね、はい、これあるところですね、ちょっとセミナーの時に、はいはい、いつも見てますと、はい、YouTube 見てます、はい、でぜひ切り抜かせてくださいって言われましたけど、おおと、いよいよですね、あ、切り抜きされるまでなったのかと思ってですね、で我々のですね、ちょっと動画もですね、別にそのなんですかね、そのこうポイントだけこう絞って話をしてるので、はいはいはい、まあ、あんまりこう切り抜くっていう感じでもないのかなっていう部分もあるんですけども、はいはい、ただやっぱりこう広く見てもらいたいっていう意味で、そうですね、まあ、ちょっとだけこういいとこだけ切り抜いて、はい、でちょっとひもう広めてもらった方が我々としてもやっぱありがたいなっていうところもやっぱりありますね。やっぱり月に1回ぐらいはね、ライブでちょっとロングなやつもね、うん、やってますから、ああいうのはねちょっと切り抜いて見てもらってもいいのかもしれないですけどね、うん、そうなんですよね、はいはい、なのでちょっと概要欄のですね、そうですね、切り抜きのちょっと動画もちょっと貼っておきますので、ちょっと皆さん見ていただいてですね、ぜひ応援していただければというふうに思っているんですね。で、はいはい、一方でですね、はい、一方で知らないところでですね、はい、その人は購入してない、購入のね、購入してない、はい、購入してないところで、はいはい、勝手に切り抜かれてたっていうのをちょっと真似で見つけましてですね、おっていうところで、はい、嬉しい反面ちょっとねちょっと勝手に切り抜かれてるみたいな、ちょっと気持ち悪さもありそうですね、はいはいはい、なので全然あの切り抜いていただいていいんですけど、事前なんか言ってもらった方がね、そうですね、一言言った方が、うん、はい、あの我々もいいですし、なんか応援もできるかなというふうに思ってますので、ぜひですね、なんか一言声かけていただけるといいかなと思ってます、うん、なんですかね、別にね、切り抜きやめてよっていうんじゃなくて、こうね、双方でやっぱりこううまくこうね、回ってこういい方向に行きたいですよね。そうなんですね、はい、なのでぜひですね、もう我こそはという方がいらっしゃるですね、そうですね、切り抜きたいっていう方がいらっしゃるので、はい、あの全然切り抜いて、連絡いただければですね、連絡いただければです、ね、あの切り抜いていただいて構いませんので、はい、ぜひ広めていただければというふうに、切り抜きじゃなくてもですね、コラボも受け付けてますんでね、コラボもそうですね、そうですね、最近あまり、はい、ないんで、そうですね、うん、そこの意味でしてね、はい、やらせていただければ、はい、そうですね、もう今は結構あのこれ不動産系のこの YouTube やってる会社さんとか、はい、どんどん増えてきてますので、はいはい、そうですね、はい、全然あの我々、はい、ぜひ、我々も、ね、はい、協力できるところもあればね、そうですね、あると思いますね、はいはい、ただあの結構言いたいことを言っちゃう方なんで、そうそうそう、はい、それだけあの、まあ、あんまりこうなんか忖度しないというかですね、そうですね、我々の道を行っちゃってるところはありますけど、はい、そうですね、はい、全然コラボとか、はい、ぜひぜひ、はい、募集してますので、お待ちしてます、はいはいはい、ということで、ぜひ今後ともよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。